今回は少年炎上家のユタボンについてやっていきましょうか。えー、さすが少年炎上家。いや、むしろプロの炎上家のユタボン。えー、ユタボン自身だけではなくてですね、えー、支援者の方までも炎上させてしまっていますと。えー、やっぱりプロの炎上家は違いますね <laughs>、えー。以前ですね、ユタボンこんな動画を公開していました。遊びが一番のスタディアーというのでですね、えー、このようなコメントをしていまして、半袖短パン。 それからサンダル姿でですね、もちろん無免許でバイクに乗っていたんですけども、まあ無免許っていうのはですね、もちろん私有地などであればですね、OK だと思いますけども、まあそれでもですね、気をつけるポイントはですね、きちんと気をつけないといけないわけですよね。まあ特に服装ですとか安全性の部分ですよね。 ま、これはですね、周りの大人、ユタボンのパパだったり、中村幸也さんですよね。えー、このバイクの指導をしてくれているですね、今回この支援者の方がですね、え、クラファンの支援者の方が今回指導してくださったみたいですけども、こういった指導者の方とかですね、きちんとした服装でやりましょうっていうのでですね、言ってあげないといけないと思うんですけども、そんなことすらもできないと。で、動画内ではですね、トライアルバイクはこの敷地内などでは、えー、免許なしで乗れますが、必ず免許を持っているプロの方の指導のもと乗りましょうっていうようなですね、 注意書きが書かれていたんですけども、じゃあこの支援者プロの人なのかっていうことなんですけども、まあプロの方に、まあ動画でプロの方に見てもらいましょうって言ってるぐらいだからプロなんだと思いますけども、まあそんなプロなのにですよ、そんな危険性も考慮できないのかっていうふうにですね、いろんな批判が殺到していますと。で、こんな批判に耐えられなくなったのか、こちらの方ですね、え、ツイッターのアカウントをお持ちで、えー、ユタボンの宣伝、ユタボンと会ったよみたいなですね、写真とか投稿していたんですけども、え、ツイッターの このアカウントを削除しまして逃亡していますので紹介していきたいと思いますはい、えー、ユタボンと絡んだらですねこうなることぐらい簡単に想像できたと思うんですけどねもちろんですね少年炎上家のユタボンだけではなくってユタボンパパ中村ゆきやさんだったり、えー、このバイクの乗せ方にももちろん問題はあったからこその炎上だとは思いますけどね、まあ、ユタボンじゃなければ一緒に炎上しなかったかもしれないのになかわいそうですね <laughs> 被害者を増やす えー、少年炎上化というとこですね。まずですね、こちらのツイートをちょっと紹介したいんですけども、えー、先ほどお話しした通りですね、こちらの方、えー、プロっていうようなですね、コメントをされていまして、えー、先ほどの支援者の方ですね、本当にプロなのかというですね、疑いのコメントをされていますとで。ちなみにですね、これ誰に向けたコメントなのかっていうと、このスマイルキャンバスっていう人と、ユタボン YouTube っていうので、まあ一人はユタボンですよね。こちらのスナ、スマイルキャンバスっていう人がですね、今回の支援者の方のですね、ツイッターの r アカウントになっていましたとで実際こちら写真も載っけてくださっているんですけども、えー、こちら「健吾マイン」っていうのでスマイルキャンバスって書いてありますよね日本一周中のユタボンくんとお父さんが旅の途中で立ち寄ってくれました忙しい中本当にありがとうございますっていうようなですねツイートをされていたりですとか、えー、こちらのツイートでもですね世間では色い々ろいろと賛否両論言われていますが実際に会うユタボンくんは礼儀正しくてしっかりしています お父さんと一緒に後半の旅も頑張ってっていうのですとか、まあ、ユタボンとのですね写真を一緒に、えー、アップしたりしていますと、でこのちょっと賛否両論言われていますがっていうようなコメントも、ですね後々ちょっと批判が来ますので、えー、皆さん覚えておいていただければと思います。<笑><笑>えー、ちちょょっとこちらいいね押ししきましょうかよくこの支援者の方のアカウント見つけましたね、この方も。 一応ですね、ネット上にキャッシュが残っていたんですけども、こちらがですね、えっと、先ほどの支援者の方のアカウントのプロフィール画面です。でたくさんのですね、こう、バイクの写真がですね、アップされているんですけども、えー、キャッシュだからなのか、まあ、最新のユタボンと一緒に写ってる写真まではちょっと残ってなかったですね。え、ちょっと古い写真からしか残ってなかったです。で、この少年炎上かユタボンの支援者さんにですね、今、批判が殺到してしまってるわけなんですけども、実際にどんな批判が殺到しているのか、えー、ちょっと見て 見ていきましょうか、えー、まずですねこちらのツイートですこちらもですねスマイルキャンバスさん宛て、えー、先ほどの支援者さん宛てに、えー、されたコメントになります「ユタボンの動画でなぜあんな軽装でバイクに乗せたのでしょうかバイクに乗ったことがない子がバイクに乗れば間違いなく危険だし万が一何かあった時に責任が取れるのでしょうかまたこのような動画を YouTube に上げると業界自体に非難がいくこともあると思います」 少し無責任すぎるかと、っていうのでですね。まあ、類は友を呼ぶっていうやつじゃないですかね。まあ、この半袖、短パン、サンダル、グローブもなしと、ガードもなしというようなですね、格好についてはですね、教習所のホームページとかも見てみたんですけども、やっぱりありえないみたいですね。基本的には教習所でもですね、あの、長袖、それから長ズボン、サンダルはもちろん NG で普通の靴を履いてくださいと、えー、手袋もしているわけですよね。 えー、プロの指導のもとやりましょうとかっ,つってですね動画の中で注意書きしておいてですね本当にこれがプロのやることなのかっていうですね、まあ、批判されてもやっぱおかしくないですよね。 ま、あそんなですね、非常識なことをやってですね、不登校の子どもたちが元気と勇気もらえるんでしょうかね。プロの指導者がですね、こんなことしてしまうわけなので、もちろんですね、この業界自体も大丈夫なのかと、え、子供にこんなことさせていいのかというようなですね、批判もちろん言ってしまいますよね。うん。ま、いろんな面で見てもですね、今回の動画よろしくなかったんじゃないかなというところがですね、指摘されておりますというところですね。こちら、いいねしておきたいと思います。え、続いてはですね、こちらのコメントです。 えー、指導者の方は応援してるとか言いつつ炎上した途端 かばうわけでもなく、状況を説明するわけでもなく、ユタボンとのツイートを消して知らん顔していますっていうやつですね <laughs>。これもスマイルキャンバスさん宛てにコメントされてますけども、まあ、今回ですね、プロの、えー、指導不足と注意不足で、えー、ユタボン親子がですね、またまた炎上してるわけですよね。にもかかわらず指導していた方はですね、ユタボンの用語どころかですね、えー、僕のちょっと指導の仕方、えー、支援の仕方が良くなかったですとかというですね、説明すればよかったのに、そういう説明も一切せずですね、 アカウントを消して逃亡をしてしまうと、えー、責任は全部ユタボン親子になすりつけと <laughs>、えー、他人の的確な注意ですらですね無視をしてしまうなんかどこかの親子にそっくりですね <laughs> これもルイは友を呼ぶってやつでしょうかねあとはですねもう友達いるんだとかですね支援者いるんだとか言ってますけども友達だから支援してくれているっていう人ですね結構少ないですよねやっぱり。 多くの人がですね、やっぱ、えー、自分にとってメリットがある、こう、売名としてやってるんだっていうようなですね、人が多いですからね。まあ、それはですね、さすがに友達じゃないだろうというふうに思いますけども、結局ですね、自分にとってメリットがないとですね、まあ、今回の支援者さんもそうですし、こうやって逃亡するわけですよね。えー、こちらもいいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。 いろいろと賛否両論言われてるのはあなたですよっていうことですね <laughs>。先ほどですね、紹介した写真の中にですね、支援者さんがですね、賛否両論言われているユタボンですが、とかっていうふうに書かれてましたけども、いやいや、ユタボンに賛否両論もあるんですけども、動画公開後にはですね、賛否両論言われるようになったのは支援者の方でしたと <laughs>。見事なブーメランと、ブーメランがですね、ユタボンとこの支援者さんにぶち当たっていますと <laughs>。 <laughs> うわーってなってますね <laughs> こちらもいいねしておきたいと思いますえ続いてはですねこちらのコメントですプロが子供を半袖短パンサンダルでバイクに乗せるんですか今回はユダボンが危険な目にあってバイクの怖さを勉強したと思うけど一歩間違えれば取り返しのつかないことになっている動画は危険な行為として報告しますっていうのでですね <laughs> えー、ユタボンをですね、支援するどころかですね、ユタボンの動画の通報までされてしまうと、支援者のせいで、えー、通報が行ってしまうとですね、ユタボンとですね、ユタボンの支援者、お互いにですね、お互いの足を引っ張ってますよね <laughs>。引っ張り合いしてますよね。うん。これは支援者と言えないんじゃないんでしょうか。うん。これこそアンチじゃないですか、ユタボンさん。<laughs> えー、こちらもですね、いいねしておきたいと思います。 え続いてはですね、こちらのコメントです。車や塀に激突したかもしれないのに、グローブやガードなど装着させず、バイクに乗せる大人から子供ユタボンを助けて、すねを、足を、指をバイクに挟むかもしれないのに、素足のサンダル履きなんて信じられん。大人がいてもバイクから振り落とされたじゃないっていうのでですね。まあ大人がですね、これ2人もいたんだから、子供をもっとなんか、ユタボンですね、守ってあげられなかったんでしょうかね。 ま、こんなですね、少し、あの、アクセルをですね、回しただけで、すごいスピードでやっぱ進んでいくわけじゃないですか。さすがにですね、この狭さ、この狭さですと <laughs>、一瞬で塀までぶつかってしまいますよね。 しかもですね、ユタボンパパはですね、これ中村幸や氏ですよね、動画撮影しながら笑ってたんですよね、この時。自分は楽してですよ。で、代わりに子供を24時間365日働かせてですよ。ほんと、どういう気持ちでやられてるんでしょうかね。ほんと、ひどいですよね。悪い大人が集まってますというところですね。うん、こちらもいいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。 ユタボンと絡んで炎上した方というので、激暴走トライアルバイクの方、ツイッター削除された様子、京都格闘技親子、訳ありの打ち上げした店の方というので、もうユタボンと絡むとですね、どん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 炎上していくと、えさすがプロの炎上家、少年炎上家のユタボンさん、えー、自分だけではなくって他人まで炎上させてしまうというですね、えー、すごい力を持っていると、さすがプロですね、プロはやっぱり違いますね。<laughs> えー、今回のですね、こちらの方、えー アカウントを削除して逃亡しましたし、ちょっとこちらの方とかは、ユゆたぼの動画見てないからわからないんですけど、こういう方もやっぱ迷惑をかけたみたいなんですかね。うん。こちらもいいねしておきたいと思います。えー、ゆたぼんのせいでですね、えー、ゆたぼんと関わる方がですね、みんな迷惑をしているというところですね。<laughs> 支援をすると、えー、メリットがあるどころかですね、えー、被害が降りかかってくるというですね、えー、見事なユタ弁というところですね。で最後にですね、えー、こちらスマイルキャンバスさんのアカウントですね、今どうなってるのかと言いますと、まあ、先ほどお話しした通りアカウント削除して逃亡してるんですけども、えー、スマイルキャンバスさんのですねアカウント存在していませんと。<laughs> <laughs> 見事に、えー、アカウントを削除して逃亡していますと。えー、責任、この炎上はですね、もうユタボン親子に任せてですね、僕はバイクで消えるよつって、ブンブンブンってですね、どっかに消えてしまうと。<laughs> あとはユタボンに任せたぞつってですね、えー、バイクで逃亡するという、えー、スマイルキャンバスさんになってますというところですね。<laughs> <laughs> えーえー、皆さんですね、今回、ユタボンだけではなくて、ユタボンの支援者まで炎上してしまい、さ、え、ら、ー、にですね、SNS 削除して逃亡するまでの事件になっているというところでですね、さすがプロの炎上家というユタボンですけども、皆さんこのような炎上家のユタボンさんについてですね、あとはこちらの支援者さんについてですね、えー、どのようなご意見をお持ちでしょうか皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントをいただけると嬉しいです。 えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にツイッターですとか、サブチャンネルの情報も載せていますので、ぜひですね、そちらもフォローですとか、チャンネル登録いただけると嬉しいです。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。